おはようございます。今日は3月16日、今だいたい11時半ぐらいです。今日はちょっと午前中用があったので、この時間からの釣りになります。だから今日はちょっと5時ぐらいまでやっていこうかと思います。というわけで、とりあえずこれからセットしていこうと思います。自分の重りボックス漁ってたら、このひょうたん型が出てきたので、まあ、すっかり持ってるの忘れてたんですけど、これだと、まあ、結構引っかかりがコイン重りよりは、外れやすいんじゃないかと思ってこれを使ってみます。あとは竿は今日は絶海に、アブのシンクロ使ってみようと思います。やっぱりのごいは、やっぱ太いんでメータークラブよりは柔らかいんですが、やっぱこの絶海に比べると全然やっぱ硬いんで、やっぱバレがちょっと連続しましたんで、前回今日はこれでいきます。今日の餌と仕掛けです。いつも通りです。まあ団子は今日はまあもう砂利の動きもいいので、粒ごいは入ってません。ほぼベース餌だけでいきます。今までセンサー鳴ってちょっと動画つか、まあスマホの、私のスマホって暗証番号を入れないと、あれなんですよね。ロックかかっちゃってるので。ロック解除して、カメラのボタンを押して、そっから今度動画のボタンを押して、ってやるので、結構時間かかるんですよね。それで、その間に係に走られた、のが何本かあるので、ちょっと、最初の当たったシーンはまあ運よく撮れれば、撮りますが、基本的にはもうすぐとりあえず竿を取りに行こうと思います。でやり取り途中から、落ち着いたら動画回していこうかと思ってます。というわけで、じゃあ今、11時10、50分餌1投目終わったので、夕方まで頑張っていこうと思います。現在12時半です。ちょっと南風が少し弱く吹いてますね。で今日は中潮最終日なので、まあ多分まあそのうち食ってくるとは思います。明日から大潮なんで、とりあえず次の大潮は満月だから、まあ、のっこみが
もう小さいやつからノッコミ入ってくるんじゃないかと思います。現在12時45分。今、竿先がちょっと大きく動いたので、こっから見えるか。これですね。竿先ちょっと少し動いたんですが、センサー鳴るほどじゃなかったです。今日はちょっとセンサーの話でも、今日は私が初めて買った、このセンサー、これ魚針って言うんですが、もう今はもう会社潰れちゃってもう売ってないんですが、これはもういろいろ思い出のあるセンサーです。これ今まあスイッチのとこゴムのカバー黒いのつけてるのでもう、まあほぼほぼ防水になってますが、これはもう本当はこれスイッチむき出しなんですよね、もともと。それで雨の日に使っても何回も何回もぶっ壊れて、スイッチ何回も変えました。そしてこれを見つけて、カバー見つけて、それからはもう雨の日でも大丈夫になりました。これ音が聞こえるかわかんないですが、まあこんな音ですね。今1時半です。ちょっと今餌2頭目打ち替えました。本来ならもっともうちょい待つんですが、ちょっといまいち、ポイントがちょっと外れたみたいで。というかまあちょっとやっぱここね、自信のあるポイントっていうのはあるんですよ。で、さっきはちょっと外したかなと思ってたんですが、やっぱなかなか食い込んでこないので、ちょっと自信のある場所に今度は入りました。今度は食ってくると思います。でもさっきから、あの辺でもそこそこのサイズのが跳ねてます。それじゃあ頑張っていきたいと思います。だいたい今2時半です。さっきからもうものすごい朝晩のとこでもじりがすごい出てるんですが、大潮は明日のはずなんですが、もしかしてもうはたいてるんですかね。ものすごいさっきから鯉がもうすぐ目の前でも大きいのがもじりましたし、畑入っちゃうとなかなか釣れないんですよね。でもまああと2時間半ぐらいちょっと頑張ってみようと思います。最初に餌を打ったあたりにちょっと大きな
泡付けが出て出たんで、もしかしたらそこで待ってた方が良かったかもしれないですね。でもまあそっから泡付け出たとこから餌打ってるとこ2メーターも離れてないんで、食ってくるとは思うんですが、現在3時です。全然当たりがありません。これはちょっとノッコミ入っちゃったかもしれないですね。こうやって文字入りはずっと出てるんですけど、あとまあ2時間ほど。頑張ってみようと思いますが、今日はちょっともしかすると、ダメかもしれないですね。というわけでまた、やっぱりノッコミ入っちゃってるみたいですね。普段鯉がいない浅場にで、鯉がもうさっきからずっともじってるんですよね。これはもう多分まあ鯉釣りやる人ならわかると思うんですが、まあのっこみ入っているときは、鯉はもう餌を食いません。だからちょっと厳しいですね。でもまあ全員一斉にのっこみ入るわけじゃないので、いくらか残っているのはいるとは思うんですが、まあとりあえずそういうわけです。さっきから竿先は動いてるんですが、食い込まないです。まあ、何らかの魚は寄ってはいるんですが、多分さっきから本当に今までもじったことがないような、もうこの辺手前全部浅場なんですよ。もうその木のとことか、今あれあそこは今もじったとこは、あそこはいつももじってる場所ですが、その木のとことかものすごい浅いので、あんまり鯉が来る場所じゃないんですが、さっきからもう結構な回数もじってます。今3時半です。まあいつも通りとりあえずこれで今片付け、バケツを洗ってきたので、あとはもう当たれば終わりで、
当たんなくてもあとまあ4時半から5時ぐらい、あと1時間から1時間半やってダメなら、終わろうと思います。もう時間が来たので、もう引き上げようと思います。久々のあれですね、坊主食らってしまいました。とりあえず3月入ってこの川でとりあえず今9本釣ってるんで10本目狙ったんですが、ちょっとお預けですね。一応まあ自信のあるポイントに入ってたので、まあこれは釣れなかったのはもうしょうがないですね。言い訳のしようもないです。というわけで、また次頑張ろうと思います。